そこで、あの、パン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 って打つ。で、ちょっとでもずれると、もうピンポイントでやってるんで、骨、骨に行くんですけど、ね、ちょ,ちょっとずっと何十分間横になってないといけないんで、ちょっと、あの、こうやって動,動いっちゃってずれちゃうと、あのね、骨膜のとこに痛覚がいっぱいあるから、めっちゃくちゃ痛いんですよね。 で、もう嫌だよ、今日もやるんですかみたいな、泣き言ってましたけど <laughs>、はい。まあ、やんなくてもいいよって言うと、あの、プロの選手、やるって言って、やりながら、で、だんだんこうやって鍛えていきながら、で、作戦はですね、そこを強くもするんですけども、もう、戦略として、脱球しても OK だよと、脱球しても当たり前。で、それを自分で、えまあ、入れ直せっていうような形で、で、四つ倍になって、 ちょっとあの足首内側に入れて、まあ、回転した状態でグッてこう押すと、あのそこって入るんですけども、それを教えたんですよね。でね、ね足先でこう蹴らないといけないですから、最初は風船から始めて、で、ソフトボールとか、えー、テニスの軟式ボールとか、テニスボールとかって言って、だんだん重くしてサッカーボール。で、最後の方はサッカーボールから、 サッカーボールより重いボールでミニシンボール蹴ったりとかね、そ、えー、こまで含めてこう徐々に徐々にこうやりながらで、えー、3月末に来て、えー、8月いっぱいぐらい、まあ、5ヶ月間ぐらいやって、で、えー、9月ぐらいにチームが見つかって、まあ、仙台のチームに行って部分合流しながら復帰していったと。で、10月にですね、あの、プレ大会じゃないですけども、 あの、カナダ代表とやる試合があったんですよねで。私も鮮明に覚えてるんですけども、もう2年ぶりとかでもう久しぶりに出たと。で、ギリギリの状態で出てるわけじゃなくて、私がやるときはもう復帰させるのは前の段階よりも120%ぐらいにして、パフォーマンスアップで復帰させますから、で、驚いたんですけども、 もう最後後半の、まあ、試合終了間際ですけども、カナダがボールを、まあ、ディフェンスでこうやって回してるときに、左のサイドの、サイドハーフとかそっちだと思うんですけども、真ん中に戻すときに、まあ、センターがあんまり、こう、ちゃんと周りを見てないなって思ったのか、バーって言って、それをかっさらって、そのまま単独でドリブルでて、で、キーパーの脇をバーンってすごいシュート打って、で、1点取ったっていう,う、その時のパフォーマンスすごいんですよ。 で、それがあって、本番に間に合って、で、大会も全試合絡んで、出ながら、最後、えー、っと、アメリカにボロ負けした時ですね。ね、えー、ボロ負けしちゃったんですけども、んベスト11に唯一日本人、ね、えー、として選ばれた、ね、復帰どこじゃない、ね、代表も、いや、代表どこじゃないって言って、世界ベスト11に入っちゃったんですよ。2年間全然できてなくて、って言って、だから戦略組んで、ちゃんと、 やれば、えー、結構な確率で戻ったりとか、ね、全部が全部夢物語じゃないですからあ、あるいは本人の、あの、取り組む姿勢とか、モチベーションをかなり影響する部分もあるし、えー、やっぱりそうは言っても、ちょっと最初の例に出した抗原病みたいな、えー、難しい状態、えー、どうしようもない状態もありますけども、そういったのがなければ、かなり人間っていうのは、あすごいとこまで戻せるっていうところですよね。 自分突っ込みマさん、またあれは腹筋させてけがに対しての心のブレーキに対してのアプローチが難しいと感じています。心のブレーキに対してのアプローチ、ね、あのー、やっぱり不安、不安は絶対あるんですね。不安に打ち勝つっていう話に行く前に、えっ、ー、と、サッカーで求められている負荷があると思うんですよ。で、負荷には必ずね、一回限りの強度っていうのと量があるんですよね。 もう何回繰り返しても大丈夫だと。ね。えー、いうようなところから、えー、実際、えー、これに対応して、えー、局所のね、ぶつかった、えー、引っ張られたっていう抵抗力ですよね。これがバランス取れてるわけですよね。で、ある時、えー、なんか、ひねっちゃったって言って、全十字切れちゃったって言って、これがダーンって下がるわけですよね。ね。 ランチ下がって本当切れちゃったとかっていうのであれば、支えられる、ね、負荷っていうのは、これ、そう、そうしかないですから、まず皆さんがしないといけないのは、これ、当然ですけども、同じレベル以下にしないといけないですよね。同じレベルでギリギリですけど、これ、面下っていうね、専門用があると思うんですけども、固定なのか、こっちでは飛んだり跳ねたりとかするところを走っちゃダメよっていうふうに運動制限するのか、 え、それこそ、うー、リハビリの第一段階で、え、アイソメトル機で、ただ動かさずに収縮するとか、こうやってだんだん、重く重くしていくっていうような、そういったことで、ちょっとずつちょっとずつ、これを、今度は取り戻していくんですよね。取り戻していくと。っていう作業なんですよ。で、ちょっとずつなので、無理しなければ、これが、ちょっとずつ上がってきます。ね、無理しなければ、ちょっとずつ上がってきます。 はい。で、私がお勧めするのは、もともとあったここの負荷のよりも高いとこまで持ってってほしいんですよね。ちょっとでもいいか高いとこに持ってったら、怪我するわけじゃないじゃないですか。で、えー、ツッコ自分ツッコミクマさんの、えー、怪我に対してのここのブレーキって、結局、うもう一回同じ状況で、えー、あったら、 もしかしたらっていう、それを払拭するためにも、それよりも、もっとすごい状況で自分が運動を達成しちゃえば、別に怖くないじゃないですか。だからここ階段をしっかり組んで、ね、えー、それ相応の,あの負荷、難易度で、強度だけじゃなくて量をしっかりやるというのにプラスして、もっと、それよりも高い、それよりも多い量、 でマラソンランナーとかであれば42.195キロじゃなくて当然50キロ走とか100キロ走をやりますし、スプリンターであれば100メートルの実際の速さよりも速いスピードで引っ張ってもらう、あるいは下り坂をやる、あるいはもう80メートルでやると。っていうような形で、ここの求められる負荷よりもしっかり量も強度も高いものが あの、できるっていうのが大事なときに。ね。だから、ここのリサーチ大事なんですよ。復帰はどうやってするのって言って、なんか答えがあると思ってるんですけども、同じ歩くっていうことにしても、えっ、ー、と、もう最近分かってきてるんですけども、歩くっていうのは、指紋と同じように、一人として同じパターンがないと。これはすごいですよね。はい。 だから、歩くっていうふうにやっても、もしかしたら局所のどっかの部分は他の人よりもものすごい使われてるとか、しっかりここの部分は、かなり筋力を戻した方がいいとかっていう、個人個人で変わってくるんですよね。という意味ではリサーチをしなくちゃいけないっていうのと、やっぱり一回じゃダメですよ。やっぱ強度と量っていうところで考えてほしいんですよね。強度、量。はい。 で、強度と量が、えー、実際のこれよりも高くなったら OK です。ね。あるいは、えー、この負荷、あるいは怖いってされる動作よりも難しくなっているところまでクリアしちゃえば、あの、多分、ほとんどの選手は OK なんです。私の、うん、見たその S の選手も、うん、動きはいいんですけど、いざボールをシュートすると、えー、また脱球するんじゃないかってすごい怖がってたんですけども、えー、それを、 まあ、軽いね、バレーボールとか、えー、サッカーボールもそうですけども、どんどん慣らしていってやらせると、時々脱球しますよ。で、最初の頃は脱球すると、えっと、2日間痛みが、おを引いてたのが1日、で、1日お引いてたのが半日、半日お引いてたのが、えー、もう別に、えー、1回なっても全然大丈夫っていうふうに、だん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 慣れてくるんですよね。で、それをサッカーボールから、 今度は、えー、ね、1キロ、2キロのメディシンボール、あるいは5キロそう、シュートしないですけど、ガーン、ガーンって,ってあの、蹴るような、えー、実際の負荷よりも高いものをやると。ね。あの、そうすると、もう全然、ええー、ってってやって大丈夫だっていう自信がついてるので、それで戻ってきましたね。はい。なので、これ基準を皆さん求めるんですけども、基準はあなたの目の前にある、そのスポーツの動作だったりとか、 目標とせず、まあ、患者さんが求めてるう生活様式ですよね。それをやっぱり作ってあげないと。筋トレでこれができたからとか、怪我した時は反対に、えー、筋力の測定器でどれぐらい持ち上げられたとか、そういう測定はあのしますけども、 ね、そっちの方が簡単ですよね。関節の方が可動域がどうだったとか、えー、筋力でこうやって上げたら、えー、何キロだった。もちろん相関しますけども、でもそれの筋力がついたからって言って、筋肉それぞれね、鍛えたら動作がうまくいくかどうかって言ったら、うまくいかないっていうの皆さん知ってると思いますけども、それぞれパーツで鍛えても、ちゃんと合わせ技で、ね、えー、しかるべきタイミングで、えー、どの筋肉グループがこのタイミングでグッとこうね、収縮するみたいなのは、 運動パターンをね、再強育しないといけないので、えー、そういったのも含めてやらないといけないですし、運動パターンばっかりやってると、ね、弱いとこにこう、全部負担が集まっちゃうので、やっぱそういう時は取り出して、えー、ね、単関節の、えー、筋トレをしっかりやるとか、ね、えー、そういう運動ばっかりしてると、初期の頃に可動域戻したよって言ってそのままにしておくと、 ね、戻りがありますので、えー、また可動域が、えー、ね、制限が出ちゃうとかっていうようなことが常に、えー、体には起こってるので、それとの戦いですよね。で、いながらちょっとずつできることを増やしていってのゴールが復帰、えー、させるっていうのをクリアさせる強度的にもしっかり体が支えられるのか、スピードがしっかり出るのか、重さを持ち上げられるのか。で、プラス、 呃、ものによりますけど、毎日それを繰り返しね、やっても大丈夫な状態なのか、えー、ね、ちょっと瞬間的に一発できればいいのかっていう、そういうふうに変わってくると思うんですけども、